はい、箱購入できました。ラストは着きました。お邪魔します。涼しい。自販機が3台あります。あ、しかもここに、あ、クジラの海がこと細かく書かれてあります。あ、竜田揚げ、給食でよく食べた懐かしい。味噌、味噌漬けはもう絶対美味しい。 あ、このクジラステーキの赤身が背、腹、胸から取れる肉、中でも背や腹から取れる赤肉、レアステーキに最適です。クジラハンバーグ、霜降り部位のすのこ、じっくり煮込むとトロトロになり旨味が出る。クジラ自販機っていうのが初めて見まして、しかもすごい種類が豊富で、もうすごい迷っちゃいますね。すごい見てるだけでも楽しいし、あとこうクジラの部位の解説とかもついてたりして、こう詳しくなった気分になりますね。クジラ肉には体を疲れにくくさせる成分が入っているとのことです。アスリートの方とか体をいっぱい動かす方にもすごい向いている食べ物だと思います。私も今理想の二の腕を作るために筋トレをしているんですけれども、私のような筋トレ女子にもおすすめの食材だと思います。じゃあ今日はシチューにします。あ、電子決済もできるんですね。9番、おい、箱購入できました。無事購入できました。また今日私シチューを買ったんですけど、の次はもう絶対ステーキ買いたい、その次は竜田揚げ食べたいって、もういっぱい通いちゃうような。ごちそうさまでした。美味しかったです。